唐山さんに夕飯食べにやってきました。店頭にね、大きなこんなのぼり、梅唐揚げののぼりがありました。あ、メニューにも梅唐揚げ、ドーンとね、メニューの表紙が梅唐揚げになってましたね。梅おろし唐揚げ定食、期間限定なんですね。さっぱりと唐揚げを食べる感じなんですかね。これはやっぱ美味しそうですね。で、サイドで頼んだのが、軟骨揚げですね。それと、唐揚げ、通常の唐揚げも食べたいんで、カリッとモモ、これも1個オーダーしてみました。さて、唐山さんでありがたいのがこのね、黒い壺ですね。これ、この中には、大根の、お漬物、ザクザクして美味しいんですよね。でこちらの壺にはイカの塩辛なんですよ。これもね、美味しいんですよね。締めのご飯にぴったりです。さて、ここでやってきたのがまずはね、軟骨きました。これはね、もうカリッカリなんですよ。もうカリッカリのカリでね、カリッとした衣の中にゴリッとした、ね、軟骨が入ってて、これはね、食感たまらないんですよね。このガリガリ感、ゴリゴリ感がたまらないですね。とっても美味しいですね。そして軟骨を食べていたらやってきました、これ梅おろし唐揚げ定食ですよ。なんかね、おろしは鬼おろしになってて、梅の色、赤みがかった、鬼おろし、そこにしそもね、乗ってるんですよね。まずはね、この唐揚げ、どれだけね、肉汁出るのか、いただきます。揚げたて、熱々、これほんと熱々だったんですよ。肉汁が結構出ますね。いましたね、肉汁、キラッと光ってますね。肉汁たっぷりでとっても美味しいですね。カリッとして、なんかじゅわっとくるんですよね。で、おろしの酸味がね、軽めにくるんですよ。なので、そんな酸っぱくないんですよね。むしろ、おろしのさっぱり感が強い感じですかね。ただ、ほんわっとね、梅の香り香って、酸味があるんで、食欲そそりますよね。肉汁、最後までたっぷり入ってますね。そして、揚げたて唐揚げにご飯ですよね。もう、これ止まらないですよね。唐揚げ食べて、ご飯食べてがもう止まらないですね。さて、あ、そう、大根のね、お漬物も、ご飯にセッティングしてあります。お次はね、この唐揚げいきましょうか。この唐揚げいきましょう。あ、このカリッとしてジュワッとして、これも熱々ですよ。大根さっぱりしてますね。肉汁、これもたっぷりジュワッと出てますね。やっぱり揚げたて熱々の唐揚げに勝るものはないですね。で、これは、鬼おろしの、梅おろしが乗ってるんで、本当にさっぱりといただきますね。肉汁もキラッキラしてますね。そしてご飯ですね。もう唐揚げにはご飯です。これもね、決まりものですね。さて、こちらの唐揚げも肉汁チェックしましょうか。鬼おろしたっぷり乗ってますからね。あ、カリッとしてじゅわっときましたね。これも肉汁たっぷりですね。こんな感じですよ。こうキラッとね、中から溢れ出てきてる肉汁いますね。確実にいますね。あ、鶏がね、プルンとしてるんですよね、鶏肉ね。で、カリッとした衣に鬼おろしのね、ジャリジャリ感がたまんないですね。で、軽めなね、梅の酸味が効いてて、これはね、食欲そそるし、さっぱりと唐揚げがいただけますね。さて、唐揚げラストになりましたね。梅おろし唐揚げはラスト。でもね、カリッとももの唐揚げ1個ね、単品オーダーしてるんですよ。これも、肉汁チェックしてみたいと思います。これ結構大きいですよね。大ぶりの当たりの唐揚げ来ましたね。これも、あ、もうカリカリ、揚げたて熱々ですよ。これも肉汁出てきてますね。キラッと光っていますね。やっぱりこの肉汁がじわっとね、口の中に溢れてきた時が、唐揚げ美味しいなって思う瞬間ですよね。もうじゅわりしますからね。これ本当美味しいですね。やっぱり揚げたて熱々の唐揚げもたまらない美味しさがありますね。そしてもうご飯ですね。もうこれ止まらない美味しさです。唐揚げのね、肉汁にご飯が合いますからね。この肉汁ですからね、キラッとしてますよね。あ、またね、中で肉汁がね、ブレイクしましたね。これ、こんな感じ。中からまたね、噛んだ瞬間、じゅわっときた。これが美味しいですね。もうね、ほんとご飯が止まらないですね。でもね、ご飯はね、ちょこっと最後残してあるんですよ。締めのご飯を食べるためにちょっと残してあります。さて、とろろのお味噌汁をね、おかわりして、ラストの梅おろし唐揚げ食べてみましょうか。ちょっとね、大葉を乗せて、ラストの梅おろし唐揚げいただきます。これはね、どうでしょうかね。肉汁チェックしましょうか。まあ、カリッとしましたね。あ、じゅわっときましたね。肉汁出てますよ。これじゅわりしました。こう中までね、梅の味がね、染み込んでるんですよ。多分梅のお出汁につけてるんですかね。それから、揚げてるんで、中のお肉もね、若干酸味があって梅の香りするんですよ。
この鬼おろしがジャリジャリして美味しいんですよ。ジャリジャリ感最高ですね。で、梅おろしでね、唐揚げをさっぱりいただいた後、ご飯をちょこっと残しておいて、このちょこっと残しておいたご飯が、こうなります。塩辛マヨご飯です。これがもうね、禁断の美味しさなんですよ。イカの塩辛ね、これ結構美味しくて、お土産でね、買って帰る方もいらっしゃるぐらい美味しいんですけど、これにマヨかけて食べると禁断の美味しさなんですよね。これは本当やばいですね。今からでも大盛りご飯食べれるぐらい、このイカの塩辛マヨ飯は美味しいです。さて、ご飯食べたらね、毎回ね、レジで、最後のお会計でもらえるこの100円引きのチケットを使います。なのでね、次からまた使えるんで、これループして毎回100円引きで、まあ2人なんで200円引きでいただけるんですね。それもコスパ抜群だと思います。ということで、唐山さんの期間限定の梅おろし唐揚げの食べ動画でした。とてもね、唐揚げがさっぱりいただけるんでおすすめだと思います。それでは、ご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。